たちで作って伸ばすと同時に、はい、その上層部では経営幹部を外から採用せずに自前で育てるっていうのを決めたんですよね、はい、で自前で育てる上で経営幹部をその結局外から取る人でどこどこ会社でその社長だったとか役員だったとか、はい、そういう人じゃないですか、うん、でそういう人を採用するぐらいだったら高値で、はい、まあ、自分たち育てよう、結局足りないのは経験なので、うん、とりあえず経験させるというのにこう軸足を置いて、あのもう未熟であっても、はい、まあ、なんかグループ会社を作りたければ、まあ、ゼロから作って、もこれ新卒でも内定者でも社長やりたいですと言われたら、はい、まあ、いいアイデアがあってやりたいです、じゃあやってみようということでもう任せてしまって、そういうふうにして人を育ててきたと。